50回目のファーストキスは記憶障害の女性と一途な愛を貫く男とのロマンティックコメディ。全米一位初登場を記録している。2018年に日本でリメイク作品が公開された。こちらも本校で説明する。舞台はハワイ。記憶障害で前日の出来事を全て忘れてしまう女性と、そんな彼女にアタックを続ける男性との恋の行方を描いた。 ラブストーリー。ウェディングシンガー以来の最強演となるアダム・サンドラーとドリュー・バリモアのロマンティックコメディ。ハワイの水族館で獣医師として働くヘンリーは、後腐れのない人よの恋を楽しむプレイボーイ。ある日カフェでルーシーという女性と出会い、息統投合するが、翌日会うと彼女はヘンリーのことをすっかり忘れていた。実は彼女は交通事故の後遺症により、 事故前日までの記憶は残っているが、以後の記憶が全て一晩でリセットされてしまうという短期記憶喪失障害だった。父と弟は彼女がそのことに気づかないように夜のうちに同じ新聞を準備し、彼女が壁に描いた絵を真っ白に消す作業を行い、彼女が事故にあった父親の誕生日での出来事を毎日同じように繰り返せるように努力していた。ヘンリーは毎日 初対面から始め、愛を告白し続ける。二人は毎日恋に落ち、毎日ファーストキスをする。ヘンリーにとっては23回目であろうが50回目で、あろうがルーシーにとってはファーストキスなのである。ある日ルーシーは車が車検切れだと指摘され、それに反論するために新聞を見て、日付が自分の記憶に合わないことに驚愕する。 記憶のない彼女にとっては常にその日は父親の誕生日なのである。この矛盾を父親に問いただすために怒りながら帰宅するが、これらのことも父親にとっては何度も経験したことであり、すでに用意していた事故のファイルを見せ、真実を説明する。彼女にとって初めて聞いたことで悲しみに暮れるが次の日になれば、 また彼女にとっては同じ父親の誕生日の日曜日となる。しかし、このままでは、ルーシーの人生は失われたままであると考えた。ヘンリーは二人の出会いから現在までを描いたビデオを作成し、毎朝彼女に見せ、彼女の人生を取り戻す努力を開始する。また、そのビデオによって、この彼女にとって見知らぬ男であるヘンリーが彼女の恋人と理解するようになり、 少しずつであるが、二人の仲は進展していくかに思われた。しかしヘンリーもまた、毎日ルーシーに恋をさせることに努力することに没頭するあまり、ヘンリー自身の人生の夢である海洋探索の夢を諦めることにした。これを立ち聞きしてしまったルーシーは、自分が愛する人の重荷になると思い、別れを決意した。実は、ルーシーは、ヘンリーに黙って日記を書き、 そこに、ビデオと同じように自分の気持ちを寝る前に日記に書いて、それを記憶を失った翌朝に読み直すことにより、自分自身の記憶を再現する努力を行っていった。ビデオでは、またぎきのような気が毎回してしまうというのが理由だ。ルーシーは、このヘンリーとの思い出を綴った日記も全て処分してしまうことを決意した。このことは、つまり記憶から、 ルーシーの人生からヘンリーを消すということになる。果たしてヘンリーとルーシーの恋は別れたまま終わってしまうのか。50回目のファーストキスのタイトルで日本によるリメイクが行われ、2018年6月1日に公開された。監督、脚本は福田雄一。主演は山田孝之、長沢さ美で、二人の映画共演は2007年公開の その時は彼によろしく以来11年ぶり、50回目のファーストキスに関するカテゴリー、ありがとうございます。